お笑いトリオジャングルポケットの斎藤慎司41がロケバスの車内で20代女性に性的暴行をしたとして警視庁から書類送検されたことが7日までに分かった写真妻瀬戸沙織の緊急声明捜査関係者などによると今年7月に東京新宿区内に泊まっていたロケバスの中で20代女性に性的暴行をした疑いが持たれている当時 社内には2人しかいなかったということで、女性から相談を受けた警視庁が本人から事情を聞いていた。調べに斎藤は容疑を認めた上で、軽率な行為で相手や家族に迷惑をかけたことを反省していると供述。被害女性は、許すことは絶対にできませんと話しているという。斎藤は9月20日に吉本工業のホームページで、体調不良を理由に芸能活動休止を発表。 出演していた全テレビ番組を降板していた。斉藤を知る人物によると、事件がこうになる前に、斉藤は、吉本を解雇されて、芸能界は引退すると聞いた、という。妻の瀬戸沙織、36のインスタグラムにも、異変が見て取れる。斉藤の存在を示唆する投稿は8月4日が最後。以降は、息子とデート、や、 息子とデザートタイムなど4歳の一人息子と2人きりであることを強調していた。